女子ゴルフの国内ツアー、富士山系レディスが19日に静岡、川名ホテル GC 富士 C、6494ヤード、パー71、で開幕。初日はツアー1勝の26歳、長井かな、フリー、が11番パー3で2週連続でのホールインワンの快挙を達成した。ツアー3度目のエースを含む1イーグル、2バーディー、4ボギーのイーブンパーで周り26位発進。 これを機に成績が良くなってくれたら、と先を見据えた。画像、超絶可愛い姿勢が良いですね、長いかなが、ピンク攻め、好結果を残した前週に着用した実際の親。1番のバーディー発進した後、4つのボギーを叩いて迎えた137ヤードに設定された11番パーさん。長いは7番アイアンを振り抜き、ホールインワンを達成。見えなかったです。 グリリーーン面にキャリーしてて転がって入ったと思います入る気も全然してなかった。前週の KKT 杯バンテリンレディスでのエースも、打ち上げだったので見えていないです、と2週連続のエースはどちらもカップインの瞬間を見ることはできなかったが、先週も今週もナイスショットだった、と胸を張った。前週は初日の3番パーさんでエースを達成するも、そこから4ボギー、1ダブルボギーと乱れた。 この日はエース後の12番でバーディー。そこからはパーセーブを続けて、イーブンパーでフィニッシュした。2016年に最終プロテストをトップ合格したツアー1勝の26歳。17年10月の樋口久子三菱電機レディス以来、優勝からは遠ざかっている。今季は7戦中4戦で予選落ちと苦戦しているが、 エースを達成した先週は最終日まで戦って今季最高の32位だった。エースはプライベートも含めて先週で5回目、今週で6回目。これを機に成績が良くなってくる。